8時になりました週明けの株式投資に向けて半導体株買うならこれと決算スケジュールについてお伝えいたします決算が非常に少ない期間ですので半導体銘柄のトピックをメインにお話しいたしますまず半導体銘柄について市場の全体感から半導体銘柄の市況 そして個別銘柄に落としていく順でお話しいたします。これは日経平均の1年のチャートです。ここ 1, 1年ほど2万6千円から2万9千円のボックスでしたが、6ヶ月チャートで見るとわかりやすいように、この2万9千円を5月に入って 一気に抜いてきました3ヶ月チャートで見ると4月14日金曜日から高値圏での揉み合いが始まり5月15日月曜日に上離れしていることがわかりますこの状況ですがこちらは海外の投資家と日本の投資家の売買状況,状況です 4月14日から高値県でもみ合いとなったのはこの週から海外投資家は買い越しそして日本の個人投資家は売り越しの反目体制に入った時期です5月15日に上離れしたのはこの週から海外投資家は一気に買い越しの額を上げ 日本の個人投資家も売り越しの額を上げて、より反目,反目体制が鮮明になった時期です。こちらは海外投資家の現物と先物の,の合計値です。この海外投資家の買いの力は現物と先物の,の合計値で見ると2月の第4週から増えてきており。 5月の第3週は1兆2000億円ものフルパワーになっています一般に海外の投資家は素直な順張り思考、そして日本の個人投資家は先を読んだ逆張り思考と言われていますつまり海外の投資家はアメリカ株あんまりいいネタがない日本株は上がっている バフェットさんも日本株は買いだと言っている。日本株は4万円いく。一方、日本の個人投資家の方は日本株は上げすぎた。円安の恩恵ももう150円の天井を打って終わった。今年の後半から景気の後退が見えている。今の日本株の上げは虚像といった見方で、 海外投資家は買いだ買いいだだ、日本の個人投資家は売れ売れ今が売り時だとなっているようです5月に入ってから日本株は天井だとか急落するとか大騒ぎしている記事を見かけましたがやはり全体感を見ていないと日本の個人投資家が上げすぎ買われすぎという感情論だけで ガンガン空売りを入れて痛い目にあっているような結果になります。週明けの月曜日も日経は上がりますから、火曜以降はわかりませんけど、昨日日経平均は115円上がり、プラス0.37%の上げとなりましたが、売買代金のトップ3は、 半導体銘柄が独占しており日経平均、えー、とあ2位の東京エレクトロンと3位のアドバンテストの2銘柄で日経平均を120円以上押し上げていますつまりこれがなかったら昨日の日経は下げだったということになります1位のレーザーテックも 4日連続で売買代金3,000億円を超える絶好調で、このような絶好調は今年に入って初めてです。このように日本外で日経を上げてきてた上げてきていた投資資金は今半導体に集中してきているという状況です。半導体が、えー、半導体株が買われた理由は。 24日に発表された NVIDIA の高決算が原因です。こちらは5月25日の6時21分に出された日本経済新聞の記事です。NVIDIA、純利益26%増。2月から4月、AI 半導体が好調。 アメリカ NVIDIA が24日発表した2023年2月から4月期決算は純利益が前年同期セ26%増の20億4300万ドル約2800億円だった売上高はセ13%減の71億9200万ドルゲーム用 GPU が減少したが 収益性の高い生成 AI に使う半導体が伸びて増益を確保した2月から4月期の純利益は減益を見込んでいた市場予想を大きく上回ったまた同日 NVIDIA が発表した5月から7月期の売上高見込みは116億ドル前後と市場予想を5割近く上回ったこともあり 時間外取引で株価は24日終わり値から約28%上昇する場面もあったこういった記事ですこの決算によって広く日本の有料株を買っていた投資資金が一気に半導体株に集中しました5月12日からの日本株の上抜けと歩調を合わせて上げていた半導体株は 組み上げられた空売りの買い戻しも発生し、一気にドッポ上げ状況になりました。一方、半導体全体を見ると、4月27日にタムスン電子が95%の減益を発表し、4月11日には TSMC が4年ぶり大幅減収、3月は15.4%減という発表しております。 このようにモバイル向けや PC 向けといった汎用半導体は大幅な減収減益基調で在庫調整を余儀なくされておりパワー半導体や AI 向けなどの高性能半導体は増収増益基調で拡大傾向にあるといった二極化状態にあります今回の NVIDIA の決算でも ゲーム用は減少し AI が伸びたというふうになっております一方半導体関連全てが上がっているかというとそうではなく上がっているのは大型の半導体銘柄で中小の半導体銘柄はあまり上がっていない状況が現在ですそこで半導体関連株の中でも 大型のこれら5銘柄について絞ってお話しいたします。レーザーテック、東京エレクトロン、アドバンテスト、ルネサスエレクトロニクス、そしてディスコ。まずレーザーテック。レーザーテックは液晶や半導体の検査装置が主力の銘柄です。売買代金で常に1位の絶対王者です。 株価は22,935円。出来高は1,300万株です。4月28日に、1月から3月期、第3クォーター累計の計上が62%増益で着地。1月から3月期も2.4倍増益という発表がなされております。こちらが2021年。 2022年、2023年の売上高、経常利益、大衆利益、1株利益、そして1株配当です。このように大幅な増収増益の見通しですが、6月決算ですので、2024年は不明な状況になっております。株価の方はかなり割高で、 配当もよくはありません受給は可もなく不可もない状況になっております。こちらが3か月のチャートですが5月12日以降一本調子の右肩上がりで5月12日の18,370円から 5 22,935月26 24.9%日は 22, 円へ上昇しております。こちらがテクニカルの方ですが一目金衡は雲抜け抵抗感もほぼ見られていない状況ですパラボリックは上げて転倒マックリーは上昇トレンド RSI はかなり過熱気味です オリンジャーバンドはバンド幅を拡大し、プラス2シグマのバンドウォーク状態です。非常に強く見えるチャートです。次に東京エレクトロンです。東京エレクトロンは半導体製造装置の世界的な大手メーカーです。株価は19,635円。出来高は690万株です。 5月11日に今季計上は37%減益という発表がなされております。こちらは3年間の業績見通しですが、売上も利益の方も大幅な減収減益の見通しです。株価はかなり割高な状況ですが、配当はそこそこな状況になっております。 受給はやや軽い状況です。3ヶ月のチャートの方ですが株価は5月の12日以降途中で1回押してはいるものの右肩上がりで5月12日の1万6395円から昨日 5, 5月26日は1万9635円へ 19.8%上昇しております。テクニカルの方は、パラボリックは上げて点灯、MAC-D は上昇トレンド、RSI は加熱気味、オリンジャーバンドはバンド幅を拡大し、プラス1シグマからプラス3シグマで推移しています。非常に強いですが、やや不安定さを感じるチャートです。 次にアドバンテストアドバンテストは半導体試験装置で世界的な大手の企業です株価は1万6980円出来高は770万株です4月26日に今季最終は40%減益という発表をしておりますこちらが3年間の見通しですが 2024年は大幅な減収減益の見通しです。株価はかなり割高で配当は未定の状況です。需給は非常に軽い状況になっております。3ヶ月のチャートの方は、株価は5月の12日以降、途中で1回押してはいるものの右肩上がりで、 5月12日の株価12,130円から昨日26日は16,980円へ40.0%上昇しております。テクニカルの方はパラボリックは上げて転倒、マックリーは上昇トレンド。RSI は加熱気味。 オリンピアバンドはバンド幅を拡大し、プラス1シグマからプラス3シグマで推移しております。非常に強いチャートですが、やや不安定さを感じるチャートです。次にルネサス。ルネサスは半導体大手で、車載マイコンで世界トップ級の企業です。売買代金大臣で時々上位に出てくる純人気銘柄です。 株価は2205円、出来高は2200万株です。4月27日に1月,1月から3月期、第1クォーター最終は76%増益で着地、未定だった紙期配当は無配継続という発表がなされておりこののようにに年間の業績については、 2023年については見通しが控え時の状況になっております株価は割高で通期の配当は未定の状況です需給はあまり良くない状況にあります3ヶ月のチャートの方は株価は5月12日以降途中で1回押しているものの右肩上がりで 5月12日の1968円から、昨日2月26日は、あ、5月26日は2205円へ12.0%上昇しております。テクニカルの方は、パラボリックは上げて点灯、MacD は上昇トレンド、RSI は加熱銀。 ボリンジャーバンドはバンド幅を拡大しプラス1シグマからプラス3シグマで推移しております非常に強い状況ですがやや不安定さを感じるチャートです次にディスコですディスコは半導体電子部品の検索切断 研磨装置で世界トップの企業です。売買代金でたまに上位に入ってくる銘柄です。株価は2万100円。出来高は110万、110万株です。4月20日に前期形上は22%増で上振れ着地。3期連続最高益。1月から3月期、第4クォーター形上は13%増益。 前期配当を43円増額という発表がなされました。こちらが3年間の業績見通しですが、2024年通期については見通し非え陣の状況です。株価は割高で、通期配当は未定の状況にあります。需給は非常に軽い状況になっております。 3ヶ月チャートの方は株価は5月12日以降ほぼ一本上しの右肩上がりで5月12日の1万7170円から昨日5月26日は2万100円へ17.1%上昇している状況ですテクニカルの方はパラボギックは上げて転倒 マック D は上昇トレンド。RSI はかなり加熱銀。オリンジアバンドはバンド幅を拡大し、プラス2シグマのバンドウォーク状態です。非常に強さを感じるチャートです。このように見ていくと、事業内容は半導体そのものから関連装置まで様々です。株価はどれも割高です。 業績見通しが非開示のものもあり、勝手な予想を入れない範囲で考えると比較は困難です。配当も未定のものがあるので比較は困難です。そこで数値比較は可能な受給、株価の上昇力。これは5月12日の株価から昨日5月26日までの値上がり率です。そしてテクニ,テクニカル面。 この3点で比較すると、このようになります。一方、昨日、半導体株買うな,買うならどれというアン,ケアンケートを出しております。結果は、こうでした。相当票,票数が1421票で、 ルネサスが29%を獲得して1位そしてレーザーテックが25%で2位東京エレクトロンが23%で3位そしてアドバンテストが15%で4位そしてディスコが8%で5位という結果でした一方このような えー、ルネサスについてはネガサ株は触らないというコメントもありましたこの点確かに他の銘柄は2万円くらいのネガサ株です現物での個人投資家は1枚200万円となってくると敬遠するところは確かにあるかと思われますアンケートの結果を反映するとこうなります 多少強引ですが、各項目で1位のピンク塗りを2点、そして2番手の黄色塗りを1点として数値化したものがこの右端です。見方は様々ですが、このような見方をすると、買うならアドバンテスト、そして対抗にレーザーテック、 ディスコという結果になりました。次に決算スケジュールについてお話しいたします週明け5月29日月曜日から6月9日金曜日まで2週間分の決算スケジュールです当初だけで87銘柄が予定されておりそのうち15銘柄が本決算です 毎回お話しいたしますが、決算またぎは決算プレートも呼ばれる非常にギャンブル性の高い持ち越しになりますので、あまりお勧めいたしません。決算期待での決算発表前までの上げを狙うなど、比較的安全な方法はいくつもあります。どんどん話していってしまいますので、気になるスケジュールについては一時停止してご覧ください。 まず5月29日月曜日から、えー、6月2日金曜日までの1週間分です。5月29日は引け後にアクセス、プラネット、そして5月30日は東亜フードサービス、5月31日はトリケミカル研究所、ハテナ、洋用エレクトロ、6月1日は伊藤園、 第3、スキープル、そして6月2日は、金本、ナトコ、ハイレックスコーポレーション、アインホールディングス、ゼネラルバッカー、E ーライフ、日本スキー場開発、このうち東和フードサービスは貸借倍率が0.37で、信用買いの3倍くらい、空売りがある状況です。トリケミカル研究所。 ヨー,ヨーエレクトロ、伊藤園、アインホールディングス、この4つは売買代金が3億円を超える中規模銘柄です。そして T ライフは昨日の段階で年初来高値をつけてきております。そして6月5日、月曜日から6月7日、水曜日6月5日は えー、場中14時30分に先週電業、午後になるとファーマフーズ、内田陽光富士コーポレーション、英検工業、ファースト10県、そして6月6日は富士電機工業、メディアシーク、6月7日は東京楽天地、ハウテレビジョン、アイル。このうち、ファーマフーズは売買代金。 3億円を超える中規模銘柄です。対借倍率が0.61で、空売りの方が多い状況です。そして富士電機工業も対借倍率が0.41で、空売りの方が多い状況になっております。そして6月8日木曜日は16件が予定されております。場中13時にトップカルチャー、 そして、引けおいになると、ミライアル、ビューティーガレージ、アイモバイル、ト富田電機、カーサ、アルチザネットワークス、ストリーム、積水ハウス、シルバーライフ、厚生 RE、アマガサ、アルトナー、スバル工業、トランスオンプロダクト、プラズシ。このうちミライアルは、 売買代金3億円を超える中規模銘柄で、昨日の段階で年初来高値をつけてきております。反対に、富田電機は昨日の段階で年初来安値を更新してきています。積水ハウスは売買代金10億円を超えるかなり大きな銘柄で、対尺倍率が0.52、金用買いの2倍くらい空売りがある状況です。 くら寿司は売買代金3億円を超える中規模銘柄ですそして6月9日金曜日になると44件がありますまず1枚目ですが全部で3枚あります場中発表で13時にエッジテクノロジー。o l 語になるとアースインフィニティとラ a c k ルグミインスペック 組合科学工業、TEC、ポリキ族、A チーム、ロックフィールド、オハラ、モロゾフ、フリービット、アスカネット、このうち、アースインフィニティラクスル、グミ、インスペック、この4銘柄は売買代金3億円を超える中規模銘柄です。 インスペックについては昨日の段階で年初来高値を超えてきております。モロゾフは貸着倍率が0.37で、空売りの方が信用買いの3倍くらいある,ある状況です。そして引き続きになりますが、日本ハウスホールディングス、ベステラ、交際、ランドネット、石井表記、ギグワークス、 野村産業、B&P、ケア21、ブレインズテクノロジー、RH、メディア総研、クロスプラス、SYS ホールディングス。このうち、ランドネットは昨日、年初来高値を更新いたしました。そして、京和工業、ユークス、タムコ、日本駐輪業開発、オールトゥーウィン、 ホールディングス、ソフトウェアサービス、モルフォ、イトクロ、ミロク、OSG コーポレーション、ダイワコンピュータニットー、日東コー、ヒーローズ、大成工業、トビラシステムズ、ナデックス、このうちサムコと日本駐,輪場駐車場開発、そして日東製あヒーローズ、 この3銘柄、青字のものは売買代金が3億円を超える中規模銘柄です。サムコは昨日の段階で年初来高値を更新してきています。日東成功は昨日の段階で年初来安値を更新してきています。オールドウィンは貸借倍率が0.47で金融買いの2倍くらい空売りがある状況です。 来週に向けた株式投資についてお話しいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。